はい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 。はあ、あっと。おっすおっす。魔女の家 MV 続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。ってことで続きいきましょう。こっからは何が、あ、おいおいおい、危なあ、剣飛んできたれ。あー、おい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 、いや、青がめちゃくちゃやな、お前。はい、よけるー。で、ささ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 、ジシシ。あ、どうよけんね、あれは。ここは大丈夫。で、ある程度進むと、うどっと、いや、ちょっと待って。ちょっと待って。左側が一番あれか、こっち側が遅かった気がする。ふっいやいや、真ん中絶対無理やんな。オッケー、初見殺しが半端ねえないからず。いや、そういえばこの家ってね、魔女の家なんだよ。知ってた？あ、そう。一応タイトルで知ってはいるけど、ビオラ本人は知らんのちゃうかな。鍵、あ、変える？え、首振る。なんやろ、カエルは好き？じゃあうなずく。わあ、カエルがついてきた。ついてきた。迷子のカエル、自分の家を探している。撫でる。喜んでいる。わかんのか？カエルってそんな感情がよくわかるやつやったっけ？何ここ、小さな橋。遠くを見る、渡ってみる。橋を見る。片足分の横幅しかない。体重をかければ今にも崩れてしまいそう。遠くを見る。レバーのようなものが見える。また、本当に？多分落ちる気がするけど。お、あ、じゃあ、じゃん。いや、最後のズクーンは意味わからんけど。カエルが言ってくれるとか？あ、カエルに渡らせる。いける、お前。いやいや、めっちゃ飛ぶやん。嘘。どっかで鍵の開く音がした。ちゃんと帰ってきた。偉いね。レバーを押されて、おお、なに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 、びっくり。あれ、触ってたらなんかなったんかな。はい、ケーキ、いちごのショートケーキがテーブルに固定。鏡合わせにしろ。あんまり良くないで、そういうのすんの。大きな絵画が飾られている。絵の下にスイッチ押す。あ？あ、なんかパターンがいろいろあるな。鏡合わせってことは、左右対称にケーキが一皿余っている。ケーキ取る。あー、そういうことか。こっち側のここにケーキ置いて、これ押せる？あ、固定されてるのか。あ、こっちが押せる。多分全く
同じ感じにしろってことよね。こうしてここなんか落としたぞ。でカエルも置くのか。ぬいぐるみすまんけどここに座ってくれ。んーでこれも並び替えが、あー違うな、この感じか。で、あ、こっちも変えれんにゃ。あとはじゃああのバラ持っていく。手に入れた。これで一生じゃないの？あ、いや違うわ、ケーキの場所が違う。ここにケーキを置きます。あ？あ？何が違う？これなんか、あ、バラが10本。なるほどね。バラを刺します。できたぞ。もうなんも、持ち物とかないから。あとは、これのパターンってこと？あ、微妙にこれ微妙に鏡になってないのか。はあ？はあ？ん？二人いる。一人、これは鏡にならない。ってことは二人いるパターンか。一人。え、これでいいんじゃん。んー、なんか違う？鏡合わせ、あ、なんか壁紙を剥がす。あー、そういうことね。鏡合わせ、あー、なるほど。あの神すら邪魔やったってことね。ん？お前？まだ持ってけんにゃ。はあ。じゃあカエルと一緒に行きましょう。次のドアをくぐったならば、その次のドアまでよそ見をしてはいけない。やだね。日記です。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。だから除名した。それからずっとこの家にいるの。あら、なんかエッチなことをしたのかな、お父さんとお母さんに。あかんで、よそ見をするなっつってたよね。おお、あ、よそ見した。あれ、よそ見したら、うい。面白いね。よそ見しねえ。わてはよそ見しねえぞ。これはよそ見したくなる。あ。いやー、もう今のもあかんのか。さささささささ。さあ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 さ。で、やつは腹を空かせている。あ、あら、謎空間やったんやね。腹を空かせている。カエルしか持ってへんで俺。
扉の向こうに何かいる。扉を見る。扉には手のひらほどの大きさの覗き窓ついてる。覗く。ぬめぬめと黒光りした鱗。耳を割っている。何か大きなものが地面を這いずっている音がする。爬虫類？蛇？扉を開ける。本当に？あ、カエルが聞くんじゃない？うわ、窓から入れれる。でも、まず見てみたい。うわじっはい、ありがとう。カエルですね。嫌がっている。嫌って言ってるよ。ヘビやんけ、やっぱ。巨大な何かがトグロを巻いている。いや、でも、すまん。お前しかいねえわ。無理やり押し込む。うわぁ。で、どうなりました？覗く。何もいない。何も聞こえない。本当に？開ける。あ、カエルちゃん。大きな亀裂がある。地面は湿っていて少し生臭い。カエルが救ってくれた。あ、うわ、何これ。何この空間。あ、戻れるで。でもカエルの音量ですか。あ、元に戻っている。あ、カエル出ない。あ、猫の像。なんかちょっと見たの、お前。猫の像、なんちゃって無視しないでよ、セブン。それだか。おお、こらこらこら、めっちゃ回っとったぞ。暗い階段。片目を閉じるのがいい。何それ。うわ、両目閉じてるで。でも大きく開かれた口の絵が描かれている。はって進めるほどの小さな穴。ああ、そうな。お前も怖っ。片目、え、片目、両目と、怖っ。目をなんか、開けさすことでけへんな。進んでみようか。うい、青が。なんやそれ。ここは？一緒やんけ。じゃあここか。でも両目開いてんで。ティン。なんでやねん。なんとかして、じゃあ片目を閉じさすことが多分できるっぽいんだが、手紙しかないぞ俺。なんかアイテムがいるってことやんな。猫の像。
えるエリアでしょ、ここ。え、こんなに戻らされる？なんか持ってけるもん。いやー、こんなには戻らんだろう。なんか閉じさせる方法があるんや。せいせいせい。猫知らんか？知らんな、お前はな。全然知らんな。片目を閉じるのがいい。俺が閉じるとかじゃないのよな。閉じられた目が。ペンとかがあれば片目を閉じる感じにできるってこと？どっかなんか、え？ないぞ、なんも。やめる。やめる。やめる。なんもでけんぞ。進む。この間に、なんかする？ズクシュ。ズクシュじゃないのよ。やっぱなんかいるんやな、じゃあ。猫の像は、関係ないな。で、カエルを犠牲にしたでしょ？この辺の日記を書いたこの羽ペン持っていけませんか？片目を閉じるのがいい。バラ。レバー押されてる。底の見えない。あれ、穴に変わってるな。うわぁ！ちょっと、おえぇ、なんでやねん。おい。カエルがおったところ、なんでこんな変わっとんねん。こんなに戻らされんのかな。でも、ペンが欲しいだけなんだ。やな雰囲気。あ、ロープ。君使い方が違うな。あ、君使い方が違うよ。本を縛るって言ってたから。何も変わってねえよな。血の音がすごいするんですけど、うわっ、ちょっと腹立つ今の。いやー、でも他は何もないぞ。頭蓋骨があったとこよね、ここ。こんなに戻らされます？なんもねえな。でででで、ここは雲がいたところ、穴が開いてる。いや、なんもない。あれどうやって片目閉じさせんやろう。せっかくここまで帰ってきたから最後の方まで戻ってやるけどさ。あ、ゴキブリ踏めんのこれ。今なんかピチャって言ったよ。はい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 、踏めたんかな。
こんな最初まで戻って来へんと思うのよな、普通はな。はい、テディベア。うん。家が元の姿に戻るとき開く。はあ。なんもねえな。ハサミも持ってけねえし。アイテムらしきアイテムはないぞ。ただ意外とこうやって戻ることによって新たにやられるポイントが増えてるっていうのがちょっとおもろいけどね。なんとかして目をつぶらせる方法があるってことよな。この辺触れないね。カエルはもう食べられちゃったから、この部屋でできることももう何もないでしょ。不気味。帰ってきた。なんとかして目をつぶらすことができるはず。片目を閉じるのがいい。なんか片目を怖いなこいつ。片目を閉じさす方法があると思うんやけど、どうやったらその目閉じてくれます？俺がなんかすんの？俺が片目を閉じる方法ないわな。進んだらティンティンティン。閉じられた目。これをだからなんかするんでしょう。ただなんか刺す方法が何にもねえんだが、しばらく放置してたら目乾いたわっつって目閉じてくれる？閉じる気配ないよね。うん、開かれた目。移動をさしたりとかできないでしょう？ウィンクしてくれへんか、ウィンク。一瞬誰か。一瞬誰かウィンクしてくれ。うん、それは分かってる。だから片目を閉じさせたんやけど、進む、やめるとかやっても別に何も変わらへんもんな。なんもねえぜ。ねえぜ。猫の像もなんもでけへんもんな。めっちゃ謎。お前はもうセーブしかできへん。
この辺でなんかすんのか。もう帰る。帰ろうなんから。できることもうなくない？借りはつかない。バラ。ペンありませんか？ペン。触れへんよなぁ。うん、ほとんど何もボタンを押しても何もならんのばっかりなんだ。そこの見えない穴。握りつぶされてるやんけ、おい。絶対なんか方法あると思うんだが、その方法がわからんぜよ。猫の像も何もでけんし。どうやったら固めなってくれるか。ここか。なるほど。固めの場所。なあ、これはちょっと難しかった。っていうか、もっと全部の壁調べといてよかったな。あんなのにやられたのね。え？なんでここだけ？はっ！いや。はい、どうも。4つの部屋で音を鳴らせ。わ。おもちゃの銃を持った兵隊の人形。4つの部屋。鍵。ドアに小さく何か書いてある。分かってる。お前が引く必要はない。引いたろう。で、どうやって吸い込まれてん？瞳の研究。瞳の色は人によって違うものである。特に、この地方の女性の瞳の色について以下のことが分かっている。彼女たちは髪の色によってそれぞれ瞳の色が異なる。髪の色は銀、黒、金、赤の4種類。赤色の髪あんの？瞳の色は茶、緑、青、赤の4種類であり、銀色の髪の女性は赤い瞳、茶色の瞳の女性は金か赤。何それ、なんかのヒントなんやろうけど。あ、なんじゃここ。窓こっち行ける。うわ、じゃいバカにしやがって。また日記や。それからこの家に遊びに来た友達みんなちょめした。みんなこの家に食べさせた。でもまだ足りない。これで、こいつも、ビオラも呼ばれたってことか？可愛らしい小さなテーブル。小さなオルゴール、ネジが欠けている。ネジ欠けてるけどいいんかな。オルゴールは12で鳴らせ。は？12なんや。鏡には緑色の瞳の少女。あ、なんか今。あ？あ、今。血まみれの自分。やめて。
あれもなんか意味あんのかな。楽譜は青い目が見つめている。は？トランプのカード12のカードには女王の絵、13のカードには王様の絵、クイーンとキングってことよね。わあ、なんか黒髪銀髪金髪赤髪かぼちゃ、何これ。あまりいい音はしない。いい音がする。あまりいい音しない。何これ、開かない。うん、なんつってた。楽譜は青い目、青い目、12クイーン。うん、12で鳴らせ、クイーンってことよね。だからネジが欠けてる。おー、緑色はじゃあなんだ。俺は緑色。瞳の色が青のやつを探せばいいのよね。銀色の髪の女性は赤、茶色の瞳は金か赤。俺が引く必要はない。で、4つの部屋でなんつってたっけ、音を鳴らせ。4つの部屋って、いや、この階は静かだね。そう？ん？黒髪の女性、ほら、髪の亀裂の奥に白い髪が挟まっているのが見える。手を伸ばす。五戦士。よよ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 。こいつらが見つめてる先にアニャね。おどん。五戦士が正解じゃないの？え、一緒やんけ。そういうことでしょ？うん、いや、一緒か。だから、この五戦士を取って、逃げなあかんやな。はい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 。はいはい。ああ、あっと。やるやんけ。来い。はいはいはい。はいはいはい。はい、行く。開かなーい。さよなら。開かなーい。え？どうしたらいいんや。いい音鳴らすんか、かぼちゃで。はっ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 、かぼちゃ。あ、なんもできない。お前がいなくなったところ、叩き壊す。おい。初見でわかるかい。ポン。これで、ああ、いけへんのか。女性の姿が消えている。おい、ちょちょちょ。びっくりするから。でもこれでなんか変わる？楽譜は手に入れたやな、でもな。楽譜手に入れたから。あ、もう瞳の本読めなくなった。
ここに五線紙を置いてあげて立てかけた。で何もしない。あ、一人でに演奏を始めた。花瓶が震えてネジを弾き出した。バカな王様のネジ。あ、一個ついた。へえ。ういっ。こら。やめなさい。で、クイーンでどうたらって言ってたから、オルゴールは12で鳴らせ。だから、王様のネジは違うんじゃないか？怖いんじゃないの。お前に王様のネジ、何もできへんか。んー、兵隊に使えないね。んー、13のカードには王様の絵、12で鳴らせっつってるから、うわもうあー、よくできてるじゃないの。12、つけてみようか、王様のネジ鳴らした。でも12で鳴らせっつってるから多分間違ってる気がするんやけどな。うわっ、おっつーん。撃たれましたで。え、止める。あ、ネジも引き抜いたわ。王様の絵が刻まれている。この鳴らし方だとネジはつけてないぞ。いや、でもあかんのかい。ん、止める。ティーカップに、そんなわけないな。鏡、ネジをどっかに使うんよな多分な。お前の銃パクれへんのか。お前は必要、うん、引く必要はなかっただろ。うん、そうやね。何者かが座っているけや。そんだけ。4つの部屋って言ってもさ、進めねえぜ。あまりいい音しない。これなんか関係あんのか？あれ？なんかいつもと違った。叩き方が。ああ。どういう理由？うん。鏡。柱時計。私は太陽でもあり、砂でもあり、鳥でもある。私とは何か。あ？太陽でもあって、砂でもあり、鳥でもある。何ですか？男性か？うん。女性か？うん。何それ、植物か。ああ、そんなにもいけんの。うん、赤か。うん時計か。うん、鏡か。うん、なんつってた。太陽、砂、鳥。
赤がなんかっぽいけど。うなずく。てんてん。不正解。え、どこど。帰ってきた。あ、消えてる。なんや。時計か。うなずく。あ、正解。ディーン。時計からネジが落ちてきた。あ、12や、これで。太陽は日時計、砂は砂時計、鳥は鳩時計。まあ、そんなことやろうと思ったよ。で、うん。これで12が、あ、もう一個光った。これで12がいける。上ネジ。これで、兵隊さんは、あ、怒らない。あと一個、この部屋って、どれ？あ！魔女いたぜ。ティーカップ割れたぜ。この部屋か？ポイって鳴らしたらいいわけないよね。顔が赤く染まっている。違うな。もう一個部屋があんのか。ん？兵隊の人形には何もできない。お前セーブするだけ。この部屋？この部屋でまだなんかできる？音を鳴らすための。亀裂見れるだけか。見れるだけやな。あと一個、あれ？部屋変わってる。時計は動いてない。王様のネジ。時計に手が届かない。届くでしょうか。これで。はめる。どう？時を刻み始めた。4つの部屋で OK。これで、あの扉の、ドアが開いたってことで、うい！足が折れちゃった。あ、いけそう。ふんふん。女性の像がすすり泣いている。何それ。うわ。なんか日々言ってたからさ。話しかけようか。私の指はどこにもないの。知らんがな。指は？日記。病気は嫌。お外に出られないから。誰も愛してくれないから。という日記がある部屋。指は持ってないよ、そんなの。私の指は、え？ないで。あ、お、おこですか？いや、いけない。こっち？うわぁ。ここかい？暖炉。あ、ちょっと待って。変装も止まったし。あ、お前らは勝ってへんのかい？
大きな音したけど、なんかあったの？わからん。オッケー。じゃあ、今回もまたちょっと進みましたんで、この続き、また次回、プレイしていきたいと思います。いい感じの、ホラーですね。それではまた。よろしくどうぞ。